ーナーさんの方から自分の動物の絵がもう見て気に入ってくれて、ちょうど壁がこう今クランクになってるところに、今回自分のイメージとしては実は一番最初は深海の雰囲気を持った飲み屋さんのビルにしたいなという希望があったんですが、小田さんのものが一番こうナチュラルで柔らかい、それでもうその場で、10分ぐらいで即決しました。これはもう小田君ちょっと迷って場所に対する思い出が深かったので、やっぱりこう普段からよく会ってていろいろな意思疎通をしてて、まあ、いろんな気持ちをこうみんなの気持ちを乗っけて代弁してくれる人っていうのはこう非常に重要視した部分ではありました。動物を描きたいなっていうのが自分の中にあって、三浦淳さんの言葉で高円寺は日本のインドだっていう、そこから、着想して向かって右側が牛で左側が象っていう、そのインドにゆかりのある動物を描こうということでデザインしました。まあ、単純にでも大きい絵はそのやっぱ時間かかるけど、できてくるとやっぱテンション上がるし、自分でもデザイン知っててこうなるなと思ってるんだけど、やっぱりその想像してる以上にでかかったりとかするから、その辺がこう改めてもう一回描いてる方でもおすげえみたいな感じでなるのがいいし、良かったところかな。細かい部分を今回も結構作ってて、大きいのだと遠くから見てなんだか分かるっつって、で近く寄ってってなんか細かいな面白いなっていう、なんかその細かいって結構感動できるポイントの一つだなと思ってるから、こんなでかいのにこんなに細かいのみたいな、なんかそういうところでこう面白がってもらえたりっていうか、すげえなと思ってもらえるようにやりたいし、自分の売りは多分そこだし、あとは色かかなと思ってる。家の中に絵飾りたいのと同じように、街の中に絵描きたいっていうのが受ける側もやる側も自然にできている関係になってきたと思うんですよね。あとはそれにこうもっといろんな人が巻き込まれてきてくれると、なんかこれは一つのムーブメントになりうるかなっていうのをすごくこう可能性としては感じ始めてます。高円寺って古着の街だとか、あと飲み屋さんいっぱいあるとか、そういう風になってるけど、高円寺はミューラルの街って言われたりして、でちょっと高円寺壁画見に行くなら高円寺行こうよみたいな感じに なると面白いなと思うし、本当それこそなんかいい居酒屋行こうよみたいな感じで、なんかいいなんか壁画いっぱいあるから見に行こうよってぐらいの街になっていったら本当すごい面白いと思うし、海外の人とかもいっぱい来てほしいし、うん、そうやってやっていくと多分いる人も変わってくるし、絶対です。面白い街だなって新しい、もっと面白い人また来るかもしれないし、なんかそうやって活性化されていくための一つだなみたいな、パーツになれたらいいなっていうふうにちょっとすごい思ってる。進むにあたって非常にどんどん想像以上のもので、非常に満足しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。自分みたいにその高円寺で生まれ育ったわけじゃないけど、高円寺に今住んでて、でそういう高円寺でずっとやってる人たちと一緒に何かやるっていうのは、高円寺今までの歴史の中で面白いものができていくじゃないかなという思いますけど。